どうも、皆さん、こんにちは。こんばんは、ナッツです。本日はアベンジャーズの動画になるんですけども、今日は比較的効率よくギア集めができるミッションを3つほどをご紹介させていただきます。今回ご紹介するミッション以外にも、いろいろと効率がいいものもあると思いますので、あくまでも参考程度に聞いていただけると嬉しいです。 ちなみに保管庫のミッションなどに関しては自分の方でまだあまり詳しく理解できていないので含まれておりませんご了承ください、えー、今回ご紹介させていただく3つのミッションに関しては結構レジェンダリーギアなどの入手効率もいいかと思いますのでおすすめになりますそれでは早速1つ目のミッションなんですけどもこちら影から現るというミッションになります 映像の方でご覧いただいていたところなんですけども特徴としては結構短めのミッションになりますので高速周回が可能になります道中の敵からレジェンダリーがポロッと落ちることもありますしボックス自体は23個ほどしかないんですけども周回が結構楽なステージになりますので比較的効率的なミッションだと思いますこのミッションに関しては以前の動画でもご紹介させていただいたものになるんですけども レベル上げに関しても優秀なミッションになりますので結構効率よくレベルもパワーも上げていけると思いますもしかすると今回ご紹介させていただく3つのミッションの中で一番気軽にプレイしやすいミッションかもしれません、まあ、この「影から現る」っていうミッションは結構数をこなすことが前提になりますので多少作業感を感じる可能性はあるんですが個人的には結構効率がいいと思いますのでぜひ一度試してみてください このミッションは達成率100%が比較的狙いやすいミッションになりますのでプレイする際は100%を狙ってプレイしていくといいと思いますさあ続いて2つ目なんですけどもこちら隠された秘密というミッションになりますこのミッションは先ほどご紹介させていただいたミッションと比べると多少1周に時間がかかりますただ道中の敵が結構多めになりますのでギアもポロポロとドロップします そして開けれるボックスの数もそこまで少なくないので一周でギアが結構手に入ります、えー、こちらの映像になるんですけどもクリア直前に1箇所に3つのボックスがありますのでこういったところでも結構ギアが狙えますのでおすすめのミッションになりますこのミッションは高速周回ができるミッションというのとはまたちょっと違うんですけども 一周である程度の量のギアが手に入りますので、ずっと同じステージを周回していて、ちょっと気分を変えたい時などにかなりおすすめになります。先ほどご紹介させていただいたミッション同様なんですけども、こちらのミッションも結構レジェンダリーが狙えます。隠された秘密も結構効率的なミッションだと思いますので、ぜひ一度試してみてください。続きまして、三つ目はこちら、因縁というミッションになります。 このミッションはもしかすると今日ご紹介したミッションの中で一番クリアに時間がかかるミッションになるかもしれないんですが1周で手に入るギアの量は多分3つの中で一番多いと思います道中結構敵が多めなミッションになりますので敵からのドロップが狙えるという部分とここは結構ボックスが多いのでボックスからも大量に入手できると思います おそらくなんですが一周でボックスが10個前後ぐらい開けれる可能性がありますまあ移動しながらだったり仕掛けを解いてからボックスを開けるという流れが多めのステージにはなりますので少し時間はかかってしまうんですけどもかなりの量のギアが手に入りますのでこちらもおすすめになります個人的にはこちらのミッションも普段周回しているミッションとは別で ちょっと気分転換で効率のいい別のミッションに行きたい時などにぴったりかもしれません。なので今回ご紹介させていただいた3つのミッションで言うと、普段は影から現れるというミッションを周回しつつ、ちょっと気分転換をしたい時に隠された秘密や因縁というミッションをプレイしていくというのが理想なのかなと個人的には思っております。 この因縁っていうミッションではこんな感じでレーダーを頼りに探していく地下の部屋みたいなところでもボックスが3つぐらいありますのでいろいろと探してみてください。このミッションは本当にいろんなところにボックスがありますのでできるだけ回収していくと美味しいですね。はいということで本日は結構ギアを稼げるおすすめのミッションを3つご紹介させていただきました。いかかがでしたでししたょうか もしよろしければチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いいたします。概要欄に Twitter もありますのでそちらのフォローもよろしくお願いいたします。それではまた。バイバーイ。